賢者の選択リーダース。本日お招きしておりますゲストは田島ルーフィング株式会社代表取締役社長の田島邦夫さんです。さて、2つ目のキーワード、はい、屋上の進化という言葉を選ばれてますけれども、やっぱり相当いろいろ進化をしてきている、うん、とするとこの言葉にかけている思いというのはいろいろあると思うんですが、うん、もうちょっと具体的にお話しいただけますか。はい、屋上はですね、昔のことを思い出していただくと、あまり使われてなかったですね、はい、で屋上の機能というのは、まあ、建物を守る、雨が漏らなければいいと、まあ、こういう機能と思われておりました、まあ、その後例えばその屋上に、テラスができるとか、はい、あるいは遊園地ができたりしたこともありましたね。デパートなんかもそうですよ ね、 そうですね、これはまさにその屋上という空間の進化であるというふうに、考えております、はい、で、しかしながら屋上の絶対的に守らなければいけない機能は雨を漏らさないというこの防水機能、はい、ですからこの絶対的な防水とさらにいろいろな多角的なですね、屋上の活用というものが、これからの大きな課題になるだろう、ということを考えましてですね、屋上の進化と防水というものをシステムにして、我々は取り組んでいこうというふうに考えたわけです。確かにそう、今お話伺っていると屋上の用途っていうのは複雑化してくると、はい、うん、そうですね。それから考えると今、うん、特に新宿とかね、はい、都心は高層ビル増えてますよね。そうですね。高いところでやんなきゃいけないっていうのも、うん、はい、また新しい状況ではありますよね、うん、ね、そうですね。社内で全部やっちゃうんですか。いや、こちらはですね、専門工事店の、皆様にですね、まあ、お客さんなんですが、お客様の方に私どもの製品を、扱ってもらいまして、それをその完璧な工事に仕上げていただくということで、まあ、全国550社ほどの工事店さんが、私どもと一心同体になってですね、私どもの会社は、材料を作るところで半製品ですね、はいはい、で工事店さんはそれを現場で成功していただいて、防水という完成品に仕上げるということで、うん、まさにその両者が一体となって初めて完成すると、うん、製品が完成するというふうに考えておりますので、うん、常に工事店さんと私どもが一体になって、活動を進めていくということが基本です、うん。こちらは長年田島ルーフィングの材料を使って防水工事を行っている高山工業株式会社。まあ、田島ルーフィングさんは日本の防水材のメーカーとしてはトップということなので、いろいろと設計事務所ゼネコンさんの方に、要するに聞こえがいいということで、これをどうですかというような提案しても、田島さんの材料は大丈夫だよというようなことで受け入れられるケースが多いので、大変助かっております。材料を作るということで、その製品開発については開発部門の方が数多くいらっしゃって、まあ、我々の意見、まあ、これはこういうふうにした方がいいんじゃないかとか、こういうふうなことの方が作業員さんが貼りやすいよとか使いやすいよっていうのを我々意見言って、それをフィードバックしていただけるというようなことで、それに対して我々も真摯に受け止めて、その材料を使ってということで、そういう関係を構築して、まあ、信頼関係が生まれたのかなと、現在はもう良好で、もうそういう言いたいことをやってるっていうふうに捉えていただいて結構です。やっぱり素晴らしい技術とね、うん、それからプロフェッショナルな方々のネットワークが終わりだということは今お話を伺っててよく分かったんですけれども、はい、これ当然競争している会社あるわけですよね。そうするとそういうところも真似してくると、それに負けないためにはやっぱ付加価値っていうのは当然大事になってくると思うんですが、そのあたりっていうのはどういうことをなさってるでしょうか。屋上の利用といいますか、多角化という意味で新しい価値を生み出していこうという取り組みもですね、常にしております。その一つが、例を挙げますと、屋上に緑化をするという、これは屋上緑化という名称で一般的に言われてますが、それを持ち込んだのも実は当社が最初でして、これはヨーロッパで普及してたものですが、それをその当社がですね、向こうに行きまして技術提携をしながらですね、日本に導入しまして、で屋上に緑の環境を作ろうということにトライをしているわけですね。屋上を緑化するときに一番重要なのは、やはり下に
きっちりとした防水が あるということが、もう必要条件、それも大前提ですよ、大前提だって土を置いて緑の木植えたり草植えたら水をやるわけでしょ、そうですね、雨ももちろん降りますけれども、はい、必要な条件になっているということですから、防水がパーフェクトでないとそれはもう不可能であるということ、うん、それから、まあ、緑化の場合は生き物ですから根っこがですね、建物にどんどん食い込んでいったりします、はい、それもきっちりと防ぐというようなことも含めて、まあ、屋上緑化と防水あるいは耐根という機能を一体化したシステムを開発したというのが一つ その付加価値の一例としてはございます、うんうん、それはどういうシステムになってた具体的には、防水とそれから耐根といいましたその根をブロックする部分と、それからその上にユニットを乗っけて常にその保湿されている、で排水もできる、でやはり屋上というのは荷重制限がございますので、平米あたり60キロ以内に抑えなければいけないと、そうなりますと非常に薄いですね土壌じゃないと許可されない、ですからその薄い土壌で植栽がちゃんと一年中繁茂しているという状況を人工的に作り上げてあげると、これが大変いろいろなノウハウが詰まっているわけですけど、それを全て一体システムとしてご提供するという仕事に今取り組んでおります、まあ、もちろんそのうちのマンションも実はねその屋上緑化とかいろいろされてるんですけれども、これはまあ景観というのもあるけれども、みんなが環境に配慮しようよっていう思いがやっぱり強くなって出てきたわけですよね。そうですね。この辺っていうのはどうなんですか、その始める時には考えてらっしゃったんですか。やはり屋上緑化のまあ、いろんな効果というのは今都市の美化というのがあります、うん、それからヒートアイランド現象というものが言われておりますが、はいはい、やはり都市のですね温暖化を抑制するためにはそのいろいろな意味で効果がございます、うん、そういうその環境対応ですとかですね、うん、まあ、さらに言えば、防水層の劣化を防ぐというですね、うん、そういうその、まあ、表面をきっちりと緑で覆うことによって建物の、うん、寿命っていいますかですね、建物の価値が非常にこう、維持されると、まあ、いろんな効果を狙って、まあ好転的なものもございますが、屋上緑化の価値が非常に高いなということで、うん、まあ、現在も続けております、うん、はい、その他はどんな取り組みなさっているんですか。太陽光でございますね、今非常に普及が進んでおりますが、はい、やはり東日本大震災以降ですね、うん、さらにその太陽光の重要性というのが増したんですが、はい、これも実は屋上に設置する場合は防水機能がパーフェクトじゃないと、うん、その太陽光の器具をつけた時にそこから雨漏りをしてしまうとかですね、ただ置けばいい、ただ工事すればいいというものじゃなくて、はい、防水がパーフェクトという前提条件があって、はい、太陽光が初めて可能になるということでございますから、うん、防水の機能を 100% 備えた太陽光発電の設置器具といったものをシステム化しまして、はい、ご提供しているという部分がございます、うん、気がつかなかったな。そうですよね、普段ねあまり屋上というのは気にしないですけども、ね、時代に合わせてこうバランスよくいろんな取り組みをなさってますよね。まあ、時代の変化に対応することが企業としては生き残り、うん、発展していくもう本当の必要な条件だということで、常に時代に対応していくという姿勢を持っていくということで、うん、取り組んでます、はい、実はこういうものもやっております、はい、これは中学校の上に青葉台中学校という中学校ですが、そこにこの文字を貼り付けています、うん、でこの貼り付けてある素材というのは我々で作っているデジタルフィルムというものを使ってこれを作っております。そうなんですよ、ペンキかなんかで書いてるのかと思ってた。そうですよね、これ災害の時なんかに役立つやつですね。まさにそうで、このヘリサインを見てですね、ヘリコプターですとか、はい、あるいは飛行機がですね、まあ、救助ですとか、まあ、様々な目的に行くときに、これを目印にする、あるいは、この建物の、まあ、一つの PR にもなっている場合もありますが、うん、まあ、そういう効果をですね、うん、持ってます。これ夜なのにね、うん、光ってますよ ね、はい、もう一つ重要なのは、はい、これは防水の上にやはりしっかりと密着しているということ で、ね、何かあった時にこれが取れちゃうと、はい、いざという時に使い物になりませんので、塗ったものですとかそういうものですとそれが剥げてしまったり取れてしまう、でこれは特徴としてはもう経年してもですね常にこのようにはっきりと明確に
サインとしてですね機能し続けるということで、まあ、これも防水とそのデジタルフィルムの一つのシステムとして、うん、我々ご提供しています。田島社長、こちらに模型が出てきましたけれども、うん、こちらはどういった模型なんですか？こちらはですね、はい、防水施工をした場合のですね、実際の太陽の熱によるその影響度を測る装置になりますね。なるほど。じゃあここが屋上の部分で、うん、はい、そうです。屋根となっていて、屋根ですね、お家ということですね。そうですね。お部屋の中で電気がまあ太陽ということで、はい、ではまずあの平瀬さん、こちらの、はい、模型のですね、まあ、上のところに少し手を入れて、はい、どういうふうに感じられるかです。暑いですね。うん、そうですね。真夏ですよ。うん、真夏の太陽が照りつけてるっていう状況ね。じりじりしますね。それではあのこの下のですね、まあ、ご自宅だと思ってそのご自宅の状況がどうか、うん、はい、空間もそうなんですが、天井にですね、はい、ちょっとこう手を触れていただくといかがでしょうか。の上の天井部分ですね。はいはい、いきますね。暑い。暑いですか。暑い。そんな暑い。はい、暑いです。そうなんですよ。もうずっと触ってられませんね、はい、これはね。それでは白井さん、あのまた、はい、じゃあちょっとこのまず上の部分ですね。はい、ここですね。はい、いきますね。はい。あ、いかがですか。まあ暑いんですけども、うん、先ほどよりは和らいでる暑さっていう感じですかね。うん、同じ太陽の光なのに、ね、まあ、違うんだ。はい、うん、それではですね、はい、実際の居住空間の状態がどうかということを体感していただきますので、うん、はい、この中と天井にちょっと触れていただけますか。うん、はい、ね、気をつけてよ、さっきすごい暑かった。そうですよね。はい、はい、ちょっと怖いんですけど、恐る恐るいきますよ。あれ、どうですか。どう、暑くないです。触れますよ。全然平気。ずっと今私触ってます。こんなにも違うんですか。あ、実はそうなんですね。左側の模型は屋上の防水工事は施されているが、太陽の熱が屋上から部屋の天井に伝わり室内が暑くなっている。実際には天井裏の温度は40度を超えるという。一方、右側の模型は防水、断熱、遮熱の工事が施されているので天井裏の温度は30度くらいに保たれている。で、問題はこの断熱と防水と遮熱をセットにしておかないと、こういうことをやったけれどもこの中に水が入っちゃって、一番肝心な防水が損なわれるといけませんし、ですからこの断熱、防水、遮熱をセットにした状態でご提供して、で非常にこの例えば省エネ効果とかですね、居住空間の室内の快適性が高まるということを味わっていただければ非常にありがたいなと思います。なんか我々の知らないうちにね、はい、屋上って進化してんですね。そうですね。あ、そういう、これが屋上の進化ということで、私どもが取り組んでる一つの例ですね。はい、では続いてのキーワードは何でしょうか。はい、屋根で守って床で支えるです。時代の変化に合わせてさまざまな技術革新を行ってきた田島ルーフィング株式会社。リーダー田島邦夫の次なるキーワードは屋根で守って床で支える。その核心に迫る。賢者の選択、リーダーズ。本日お招きしておりますゲストは田島ルーフィング株式会社代表取締役社長の田島邦夫さんです。さて、いよいよ3つ目のキーワードなんですけども、はい、屋根で守って床で支えると、これはどういうことでしょう。はい、実は私ども田島グループとしてですね、はい、事業を行っておりますが、はい、もう一つの中核会社として、うん、株式会社田島という会社がございまして、こちらは床の専門会社、はい、なんです。はい、でこの2社が田島グループの中核会社なんですが、この2社が統合合併をするということになりまして、まあ、それを意味して、屋根で守る会社と床で支える会社が統合して新たな価値を作っていくぞと、こういうですね、新しいスタートを表した言葉です。うーん、床というのはご存知の通り見えるものですから、はい、デザイン性ですとか あるいは生活を作るですね、うん、こういうその何て言いますか、生活必需品としての、そういう密着したものであります。はい、で、防水は機能としてしっかり働いていくというその、うん、お互いの機能とデザインというものを融合させる、うん、でさらにはその一面体同士であったものが2つの面を持つ、はい、で私どもは先ほどの
デザインフィルムというのはあの壁にも使っておりますが、そうしますと屋根と床と壁を持って3次元の空間の価値を提供することも可能になるだろうということで、さらなるいろいろなその、まあ、ご提案のですね、あるいはその我々が作る価値の領域が広がるだろうということも非常に期待しておりまして、防水と床材というものの融合を図ってまいりたいなと思ってます。さまざまなじゃこれからもアイデアがこうどんどん生まれてくると思われますが、まもなく創立100周年を迎えられますが、その100周年に向かってどのような展望をお考えでいらっしゃいますか？100周年があと5年後なんですが、はい、やはりあの起承転結でいきますと、実はその起承転の時代を今、うん、あの我々取り組んでると思うんですね、うん、で、転を仕上げるのが100周年なんですが、そこからまた起が、始まるだろうということで、この転は次の100年につながる転にしたいということで、この 5年間で次の100年の土台をですね、はい、作り上げようというのが今 の私のビジョンでございますね。それはそのやはりあの会社の経営基盤もそうなんですが、人物金のですね、一番重要なところはその人の部分で、社員さんですね、それからお客さん、この関係づくりですね、これをあの、もっともっと強くしていきたいという、この人の部分の強化、それから物の部分につきましては、先ほど来言ってます防水と床とさまざまなですね、まだ発展する価値を生み出していくこともできるだろうということで、また新しい100年をここで作り上げていきたいなと、まあこのようにあの考えている。白井さんどう？そうですね、素晴らしいですね。もう本当に社内だけのことでなく、いろんな周りの方もこう一緒になって、いろいろと未来に向かってこう進んでいらっしゃるっていう感じがするんですけども、社長ご自身個人としては今後こうどのようにこう行かれたいとお考えですか？今後ですね、はい、日本の中で衣食住というのがね、やはりあの、まあ、人の生活にとっては絶対に必要なことですから、はい、その中の住の部分を我々はまあ仕事として生業としておりますが、これはもう完璧にしていこうと。で、やはり住の中の防水とか床、これは我々の責任としてですね、やはり世の中に貢献していきたいというのが一つと、その上でそれを基盤にした文化をですね、まあ、作っていければ本当にいいなと。これには会社がしっかりしてないとできないので、ね、まあ、そこをしっかりした上でそういう取り組みもまあしていければ、とてもいいなと思ってます、ね、はい、やっぱり単に便利なものを作るだけじゃなくて、やっぱり新しい価値を創造していく、それがこれからの企業にとって本当に重要なポイントだという、今日お話伺っててもね、感じました。ぜひまた頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。日本と世界の未来を作るのは皆さんです。そして皆さんの前にはいくつかの道があると思います。しかしその道の前で止まったり考え込んでいただけではダメだと思います。ぜひまずその道に足を踏み入れて進んでください。そしてまた次の道に進むことになるでしょう。そうすることによって必ず皆さんが求める目標に到達することができると思います。ぜひ勇気を持って皆さんの前の道に足を踏み入れ進んでください。